世話になっております、断熱工事ウレタン吹き付けを行っております、吹き付け前にこのように、サッシ周り、とか床等、ウレタン飛び散らないように、養生をしてから、吹き付けを行っております。今ウレタン吹き付けを行っているところです。このようにダクト周り、吹き替え周りと普通の断熱材では結構施工が難しいようなところで、しっかり隙間なく断熱材が充填されていっています。